トワイライトシンドローム相変わらずロードがなんだな,なんだ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 ,なんだ合ってるかこれ大丈夫かおおトワイライトシンドローム救命変実況やっていきたいと思います。おめでとうございます。ええー。まあ。 前回からの続きですね。要するに。リスクが分かれてるだけです。はい。開始でも、続きからいになるのかなあの、ミカが <laughs> 空に旅立っていった続きからになるのかしらあれ、完全に飛び降りる流れやったよな。上かーいってなったわ。なんだ探検準備中。なかなか荒いよね。 この校舎は何なんやろうか前回も一番最初に出てきたけどちなみにこのゲーム起動した時にディスクの読み込みすごい落としたんやけど大丈夫かなえあああ前回までのあらすじ一応見ときますかもしかしたらこっちから見てる方もいるかもしんないからね事件の始まりはいつもミカちゃんでしたトラブルメーカーですねえー、都立ひなしろ高校1年岸井美香 誰よりも噂好きの、えー、噂話の好きな彼女が私たちのところに不思議な噂を持ってくるところから物語は始まるのですいい迷惑だ噂話の向こう側はいつだって見たこともない不思議な世界私とゆかりちゃんは想像もしていなかった冒険に巻き込まれていくのでしたつさとちさと目線だねこれはってことはちさちゃんまあまあ岸みかに迷惑こうむってたってことだねゆかりちゃん都立日な城高校2年、ね、長谷川ゆかり 私の幼なじみでもある彼女は本当は怖い話が大の苦手そのくせ一人ちばい強がりなのでミカちゃんの撮影を断り切れたことは一度だってありませんそしていつも冒険の前頭に立って私たちを導いていくのですなんでちなみにミカとの知り合ったきっかけって何だだからトリッツ・日ナ城高校にね市島千里そんな私にできるのはこの2人を不安な思いで見守ることだけですまあまあな活躍してるけどね千里ちゃん 霊力あるからねこんな危ない冒険を私たちはいつまで続けるのでしょうその気になったらレーガンとか撃てんじゃないの私たちがのぞき見る世界普段何気なく生活しているこの街の裏側にある暗く深い闇のえ夜の闇の奥には多くの人たちの悲しみと憎しみとそして恐怖が秘められていたのです先輩先輩聞いてよ変なやつがいるの何が 図書館の窓際の机にね妙な落書きがしてあるんですそれなんだけどお友達が欲しいんです誰か私と机の上で文通してくださいだって今思えばこれは連れて行こうとしてたのかなめちゃくちゃ笑えないそれとも単純に寂しかったのかな暇なやつねえとはいえ付き合う私も相当暇ですけどね付き合う 結構マジっぽかったんで返事書いちゃったんですよお調子も先輩 SH ってイニシャルの人知りません姫神さくらさんでしょ絶対刀使ううまいわ SH? 知らないな机には2年生って書いてあったんだけどミカちゃんお返事ありがとう本当に答えてくれる人がいるとは思ってなかったからすごく嬉しい図書室の中でもここの机はあまり人が来ない不思議な場所です 私とあなただけのこの機上通信いつまでも楽しく続けられるといいね SH まさかこれ全部振り返る気かリカちゃんお元気ですかそんなことないか私が2年生だからとあまり気は使わないでねクラスと本名については秘密ごめんね君上桜の団長深い意味はないんだけどまだちょっと恥ずかしいからもう少しだけ自分のこと書きます好きな授業は古文かな 本を読むのが好きなのでよく図書室に来ます今日この流れ結構振り返るなこないだから風たちのを読み始めましたサナトリウムを舞台にした悲しい恋のお話ですミカちゃんはどんな本が好きジッパーとかでしょちょっとご無沙汰してましたねごめんなさい私「マイラバ」っていうの聞いたことないです外国の歌ですか <laughs> まあねそもそも世代が違うからね私流行の音楽に合うとくてむしろその時代誰がいたんだよ <laughs> でもピアノは少し弾けるのこの間ノクターン終わったんだよビートルズとかかなごめんなさい私の返事ミカちゃんのこと怒らせちゃったみたいですね私ってちょっと周りからずれたところがあるから変なことを書いちゃったのかもしれません私打ち気なせいがあんまりお友達と話したり話したりとかもしないし今の流行についてはよく分かりませんもし嫌じゃなかったら少しでいいから文通で最近の流行とか教えてくれませんか 私は放課後ほとんど図書室にいます窓から見える工程でみんなが部活動しているのを見るのが好きでも病気じゃなかった死ぬっていうのはもう一択しかないよねこの机でいつか会えるかもしれないねやっぱ自ら死を選ぶしか考えられないんやけどな先輩私なんか怖くなってきちゃったなんか普通じゃないんですよあの SH って子普通じゃないうん何て言うか今の高校生じゃないっていうか ずっと昔の人みたいなのそんなに気持ち悪いなら文通やめればいいじゃないうんそう思うんだけどなぜかやめられないのゆかりちゃんあのね嫌な噂聞いたの何みかちゃんのことなんだけど前に言ってた図書館の落、えー、図書室の落書きね最近なんか変なんだって変なんか死ぬとか寂しいとか みかちゃん、変なことに巻き込まれないといいけど、だから崖、あおかしいもんな、崖からの事故、転落事故って、普通起こりえないもんね、飛び降りたのかな。みかちゃん、今までいろいろ教えてくれてありがとう、嬉しかった。でも私、もう返事を書けないかもしれない。もしかすると、もう会えなくなるかもしれません。私、もうすぐ死んでしまうから、これも引き止めて欲しかったのかなこれはずっと昔から決められていたことです。私の運命。 そう教えられてて育ってきましたえー、その年で自殺しろって言われたのそんなことないかってことは自殺の線はないのか私のお母さんね私が生まれてすぐに死んだのお姉ちゃんは3年前だから今度は私の番それだけのこと何かに取り憑かれてるとかそういうのがあるのかなミカちゃん死後の世界ってあると思う私は暗くて寒いところだって聞きました小さい時からずっと覚悟してきたつもりだったけどもうすぐと思うとやっぱり怖いです ミカちゃん、一人で死ぬのは寂しいよ。ああ、だからやっぱ連れて行こうとしてんのかな。ミカちゃん、もうそろそろさよならです。やっぱり私は行かなくちゃいけないみたい。でも、その前に。会いたいよ、ミカちゃん。一緒に行こうよ、ミカちゃん。今日、行きます。行く前に一度だけ会ってください。午後6時半、裏山の社で待ってます。SH ヒュードロロロロロ。風立ちぬか、出てきたんだな。出てきたああ、長いこと見つからなくてな。もうずっと昔30年くらい前かな。俺が新卒の頃に女性、女性とが寄贈してくれたんだ。当時でいう文学少女ってやつだね、図書室に入り浸りの子で。他にも友達がいなかったのかないつも一人で図書室で、えー、本読んでた。綺麗な子だったんだけどな。何かあったんですか この学校のが裏山に崖があるだろう。事故であそこから落ちて亡くなってしまったんだ。私って本当に事故か先生、その女性との名前、わかりますか名前、えっと、ああ、その本の寄贈の版に書いてあるんじゃないか裏拍子、ここ寄贈、昭和38年、姫神桜。姫神桜。SH! あそこなんであんなところにゆかりちゃん早く <laughs> また見れるのかえああ違うのかびっくりした俺の捜査かと思ったミカ人待たせて何やってんだよミカ ほら、もう帰ろう。私え行かなきゃ。行くって、どこへ ?SH。ミカちゃん、ダメ桜、姫神、ミカ。あほら、絶対飛び降りる流れやろ、今の。旅立つんかよ。<laughs> BGM もな 完全に ET とかそっち系やん <laughs> えで実際ミカはこれはどうなっておいトワイライトシンドローム救命突然始まるね俺の突っ込みをする隙もんでんでああ探してんのか ちょっっと親しくななたのかな岸井さんって呼んでたのにミカちゃんって呼んでたね今千里がどこにどこに行っちゃったのゆかりちゃん私ここ探しても仕方ないと思うだってなんとなく感じるのミカちゃんこの裏山にまだいるでもこのままじゃ見つけられないあっちの世界がそんなこといたってどうすればいいのここにいるでも見つけられないなんてそんな言い訳あると思うねえ ゆミカち,ちゃん空中に消えちゃったよね <laughs> 字にするとなおシュールやなそうだよ千里だって見たでしょだからミカちゃんを探すよりまずミカちゃんを連れてった人について調べた方がいいと思う何言ってんの連れてった人なんてミカちゃんを、えー、机文通でここに呼び出した人だよそれって SH? そう姫神さくらさんだって彼女死んだって だけど机に書かれた言葉はいたずらとかじゃないと思うのだってそんな昔の事件調べてその名前で文通しようなんて思う人いないじゃない確かになそれに私どうしても彼女のことを悪い人に思えないああじゃあ悪い人ではないのかだから彼女がこの社の前にミカちゃんを呼び出した理由が分かればだけどそんなのどうやってうんそれなんだけど彼女とミカちゃんのつながりって年明すだけでしょそこを調べてみるってうん 分かった急ごうなるほどでまた図書室に戻るわけかでまた夜か <laughs> 君らは夜に愛された少女たちだねよくこの時間に裏山に来れるな絶対怖いわお ひなしろのやしろ BGM が気合入ってるように思ったけど今のは SE かただのあなんかパラメーター変わってるしえ <laughs> えっとそうだな 確かにあんなに長い理由はなかったもんね。うん。机見直すか。ねとりあえず、もう一度その、机文通見てみようよ。ちなみにね、このゲーム、改めて言っておくと、選択肢にね、制限時間がある場合があるんですよ。しかも、明確な時間が表示されずに、勝手に選ばなかったことにされるんだよね。っていうとんでもない恐怖のゲームなんですけど、そうだね。あ、でも、自動で進むシステムはなくなったのか。 そう会話すらね自動で進んでたんですよ今までちょっと見直されてんのかな <laughs> 見落としてるところもあるかもしれないしだから選択肢で悩んでたらね勝手に何も選ばなかったっていう最悪の選択肢を選ばれてる可能性とかがあるんですよ今日行きます行く前に一度だけ会ってください午後6時半裏山の社で待ってます SH 待ってますかやっぱり彼女いたんだよ これいつ書かれたんだと思う姫さく桜は30年も前に死んじゃってるのに美香に返事を書いてたのって30年前の彼女なのそれでも彼女の幽霊同じことじゃないかなえ彼女にとっての3時間は30年前で止まってるんだよだからここでえーえ機上通信を書いていたのは例えば幽霊だったとしても桜さ,さん自身であるのは間違いない だから、彼女のことについて何か手がかりになるようなことを探さないと。探すって言ったって。彼女、ここの生徒だったなら、卒業名簿か何かで分かんないかな。そうか。佐藤、その場所分かるちょっと。探すしかないか。いやさ。な、なんで懐中電灯な普通にさ、許可取ってさ、電気つけて調べようよ。絶対そっちの方がいいよ。百科事典に辞書。か。 ここ違うみたいね。他のとこ探そう。えー、ここじゃない,い,いとなると、こっち側かおい、どうよ。カオスとフラクタル、解放の定理、ベクトル、頭痛い。ゆかりちゃん、数学弱いもんね。仲間、数学どころじゃないけどね。数学が特に弱いだけで。全教科が1としたら数学はマイナス1ってとこやな、俺の場合は。民間伝承の科学、文化人類、 学入門ユングとフロイト私その本読んだことある結構面白かったよここでもないか片っ端から見るしかないのか戦後という時代関東圏の近代史日本の歴史中世ここは歴史だねこうなんか探索途中とかにこうバーンとか来ないのだけが救いだねこのゲームパウンドケーキ初めてのお料理家庭のコーナーみたいね覚えとけや どこに何があるかってなんとなくでいいからゆゆゆめとやゆめじゅうややまずききかぜたちんぬ新しい本も入ってるんだ日本文学だね他当たろうこっちあった卒業名簿昭和38年これだ乗ってる待って姫神姫神あった3年 D 組別枠でかっこ囲ってある 卒業前に亡くなったからそっか浦山の事故彼女が2年生の時なんだよねゆかりちゃん浦山の事故について詳しいことを調べられないかなだって30年以上も前の話だよ新聞だって残ってないでしょ確か新聞の宿主祝殺版あったよね縮殺版ほらま年度ごとに全部の紙面を小さくしてまとめた本それならあると思うんだ起点が効くな そうだねそれ探してみようかさすがちさっちゃんだぜどこにあんだゆかりちゃんこっち名簿とかでしょ祝さつこっちじゃないと思うよえどこ近いああなんだ調べたとこが悪かったのかどこだろうね奥まで行ってまだ奥行けたりするもうこれ以上奥はないのかとなるとえでも結構一通り調べたもんな 今回なんか、あれだな、変に BGM が追加されてるから怖いんやけど逆に。今まで BGM ないから怖いってずっと言ってたんやけどあ。ある、合うのこの辺に。これだ。え毎朝新聞、祝殺版。昭和38年度。ある ?38 年、38年。あった。 これだ女子生徒崖から、えー、転落死死亡、えー、昨日未明都立ひなしろ高校2年生姫神さくらさんかっこ17歳がえー、っと軽かさん山,山中死体で発見された現場は崖下にあるためさくらさんは足を滑らせて転落したとみられている羨まってかかふりがなふりがなふりがなちょうだい片白ろを山でいいのかな これじゃ何もわかんないさくらさんの事故って本当にただの事故だったのかな怖いこと言うなよだって机には「今日行きます」って書いてあったんだよあの言葉どういう意味だと思うあでもやっぱりそうだよねそれよりみかわきいたり由はここどっちだ掘り下げた方がいいかえもしかしてあれ書き置きだったり書き置きだったって そういう関係の文献あったよね少し調べてみようえっ、ー、と何冊かあるけどゆかりちゃんどの本にするえー、あーこれかなやっぱり事故とは思えないよね自殺という現象っていうのを見てみようよくこんな真っ暗な中でそんな本読めるなえっ、ー、と失血による自殺薬による自殺首吊り あんまり気持ちのいい本じゃないねむしろ学校によくそんな本置いてんなあった飛び降り校舎からの飛び降りはある意味現代的ともいえる自殺手段である校舎という特殊状況はそれ自体が持つ直結した死のイメージとともに人間の潜在的自殺願望を誘発しやすい高所に立った人間が突発的に飛び降りの衝動にいやー俺めちゃめちゃ死にたくないまんやからな自殺はちょっと怖くて絶対無理やわ何これ 難しいこと書いてあるけどみんいところに行くとみんな飛び降りちゃうってことうん衝動的に飛び降りちゃうことがあるってことだよでもさくらさんの場合は衝動的に飛び降りたんじゃない今日行きますうんゆかりちゃんさくらさん本当に自殺なのかななんで掛き置き残してたじゃないあそこの崖そんなに高くなかったでしょ自殺しようとするには確実性が低いんじゃないかな うん、私ねさくらさんのあの書き置きすごく悲しいなって思うんだ悲しいちさっちゃん積極的だね今回うんだって自分の運命諦めきってるみたいに見えるでしょだからね彼女が美かちゃんを呼んだようにもしかしたら彼女も誰かになんかやっぱそういう呪いなのかなうんえーっとどうしようかな 死体の見方かななんかいちいち B が出てくるってことはなんか B よくない感じがするな。じゃあ死体の見方っていうのを見てみようか。えっと、この辺か。死体はその死亡した状況によってありとあらゆる様相を示し、どれだけの死体があっても一つとって一、えー、つとして同じものはない。死体検視の方法は。どうしたの写真に載ってた。死体の。 えー、そんなの学校に置くなってだから普通に教育に良くないよ読まなきゃよかったえー、っとこれは A でしょう <laughs> その超常現象大膳っていうのを持ってきてくれるえっとこれねえっとどこ調べればいいんだろうここどうかな呼ぶものそれはあらゆる形で現れる あるものは夢枕に立ちある、またあるものは発光する球体となって空を舞い、人には理解されぬ電気的ノイズにより言葉を発する。何これ霊界からの呼び声のこと言ってるみたいだね。姫く桜も彼女の場合は机の上の落書きって形で現れた。そして美香を呼んだって。うん。他に使えそうな本は他。彼女の死因について分かりそうな本はこのくらいかな そっか。ねえ、千里。話変わるみたいなんだけど。人が消えるなんてこと、そんな簡単に起こることなのミカ、私たちの目の前で消えちゃったんだよ。これさ、ここで本を読んで考察しとかないと、早速ミカを助けに行くと、あれなんかな、なんか情報不足で助けられないみたいな感じになっちゃうのかな。そんな感じするね。うん。私もよく知らないけど、でも神隠しって言葉があるでしょそんなのおとぎ話とかでしか聞いたことないよ。でもね。 ああいうの、全部作り事なのかな何か理由があって、連れて行かれちゃうってこと、あるんじゃないかなって。理由そう。こちら側のものでもない。ものに出会ったり、何か近畿を破ったり、そういうことだよ。超常現象関係か。そうだね。そっち方面で探った方がいいかも。本、うん、探してみるね。ゆかりちゃんは、今までの本で使えそうなとこ、メモっておいて。わかった。 ゆかりちゃん何冊か見つかったよどれが見たいおー神秘的失踪超常現象大前は見たしな異界への旅がこの B だと思うんだけど神秘的な失踪ではないしな異界への旅かな異界への旅持ってきて分かった決して神秘的ではないかなえっと異界への境界を超えるための手段として音や音楽が重要なファクターとなる音や音楽 延べ送りの時えっ、ー、なのと今のめっちゃ怖かったんやけど壮列の戦闘に楽器が使用されるのを音によって境界を近づけあの時音なんてしてたうんしてたよ聞こえたのあの時ピーンって高い音が鳴っててそれと風が騒ぐみたいな音最初,は最初は緊張してたせいかと思ってたけど 私全然気がつかなかったうーん神秘的結局見ることになるのかえうーん神秘的失踪を持ってきてその中だと一番近い感じ分かったこれね <noise> 古くからの民話リップ・バンウィンクルなどに語られるような人間動物などが突然消えてしまう事例は実在する1892年セントメアリー号で起きた事件はこの事例を、えー、恒例と言えるのであろう言えるであろう 船はアゾレス海で漂流中のところを発見されたが船にいたはずの人間は一人残らず消えてしまっていたこのように説明のつかない失踪が存在する一方同様に説明のつかない出現例も多い説明のつかない出現って例えば姫上桜とかもそれに当たるわけどうかなあの人はずっと前に亡くなってるわけだからここで言ってるのとは少し違うかもやっぱり幽霊なのかなうんでもどうかな あの時私さくらさんの存在を確かに感じたんだけど悪い感じとかはしなかった悪い感じがしないってじゃあどうしてミカを連れてったりしたわけゆかりちゃん人を脅かすのは悪いしばかりじゃないよさくらさんえー、っと机文通の言葉通り本当にミカちゃんに会いたかっただけなんだと思うその思いが強すぎて召喚したのか向こう側にゆかりちゃんリップ・ヴン・ウィンクルって知ってるえこの本に書いてあったやつ 知らない山の中に入って何十年も消えちゃった消えちゃってた人の話なのなんか今回のこととよく似てると思わないねえゆかりちゃん民話についてちょっと調べてみようか確か「民間伝承の科学」とかいう本があったはずえー、っと A でしょえっと民間伝承の科学持ってきて分かったちょっと待ってチュチュんか。 うーっていうのがすげえ怖いこれかなり専門書っぽいよ民族学の関係の本だからね山に入ったリップ・バンウィンクルが小人に出会うことによって20年の年月を超えてしまうというアメリカの物語はその原型をドイツの民話に,ももに,民話に求められる日本では浦島太郎がこれに通ずる物語と言えようこのような異界獣官異界獣官 物語は世界各地に類型類型が認められる関東圏武蔵野駅に伝わる伝承にも同様のシチュエーションを持った興味深いものが存在する武蔵野の民話もそのような民間伝承の死生観を受けたものであると考えられるなんか一時流行ったよねその異界に行った行ってしまったみたいななんか掲示板とかで入らなかった武蔵野にも人の消える民話があったって この辺でそういうことが語られてたんだってことはこのあたりの民話について調べてみた方がいいってことだね確か「武蔵野玉の民話」って本があったかな都合がいいな何でもあんな今年間うんそれだと武蔵野玉の民話持ってきてもらえる武蔵野玉の民話ね今の話してたやん人消え人消えここゆかりちゃん川に消える旅人 じいさんがよく言ってた話でねある時この村に立ち寄った旅人が、えー「おうち浦川をたどって上流に行こうとした」ところがそれきり何年経っても帰ってこなかったでてね何でもその旅人だけじゃなくてこれまでのこれまでこの川を遡った人が何人も消えてるって話で「おうおうち浦川そんなの聞いたことあるうんでもほらここの注釈 ここに言われるお家浦川は俗称で正確にはティーガーの尻を指すこの川にまつわる話ではこの例のように川を遡っていった旅人が見知らぬ世界もうタイトル「玉」って書いてあったんがもう間違いなく玉川やろ、えー、いくつかの物語では悲願つまりあの世にたどり着いてしまったというものが多いねえゆかりちゃんもしかしてミカちゃんのってこれと関係あるんじゃないかな確かに同じ消えるって現象かそっちを調べた方がいいかもね おう,おうち裏か、ね、千里その関係の本お願いできるめっちゃ調べるやん分かった探してみるねえっとゆかりちゃんどの本にするアトラスマップ関東圏の近代史いやー A かな A が一番それっぽいよな日なしろの郷土史日なしろの郷土史持ってきてその本怪しそう随分古いね えっとあここ見て昔の地図が載ってるほんとだ村村山城ってあのサンモールの向こうの城跡のことそのはずだけどとするとこれこの学校の裏山神社のマークがあるこれあの社じゃないかな俺が聞こえてたのごめんテレビの音やな <laughs> えー、ひなしろ神社ひなしろ城の字が違うよ なしろだよねそういえば町の名前もみんなひなしろになってる昔はこんな風に書いてたのかなあれこの線これがおう,おうち浦川なのこの町に川なんて流れてたんだそういえば小学校の時社会の先生が言ってなかった昔この町には川があったってその川は今地下を流れてるって地下うん確かあんあんあんなんていうのこれあん あんなんなとかって言ってて言た洪水とか起こらないように川の上を塞いで下水にしちゃったんだってふんゆかりちゃんおう浦川について何か書いてある、えー、何か詳しいこと書いてないえー、っとちょっと待っておう浦川あったおう浦川流域古くこの地域で行われていた、えー、雛流しの風習との関係でこの川に神秘的な意味が付,与付加されたのものではないかと考えられている。 ひな流しはその祭儀的性格上異界とのつながりが強くこれらも物語の下地になった可能性は高いひな流し何それ聞いたことないおひな様に何か関係のある儀式かな参考文献が載ってる西東京の祭事だってその本見れば何か分かるかも西東京の祭事持ってきてよあーあるわ C 持ってきて持ってきてえー、っとあった な流しについてて載ってる武蔵野の一部には戦前までひな流しの風習が見られたこの風習が特に集中的に見られたのがおうち浦川と呼ばれる、えー、小河川流域でその川下にあたるひな城の地名はこの流域に多くのひな城が流れ着いたことからついた名称だと言われている戦後この風習の伝統は途絶えたが老齢者の中にはこの祭儀を記憶し懐かしがる人も多い ひなしろの由来ってそんな話だったんだ。ね。えっと、ゆかりちゃん、どの本にするまだあんのか。まだあんのか。日本の歴史、平安編。あんま関係なさそう。この辺なんかあんま関係なさそうな気がするんやけどな。新しく増えたどっちかだろうね。ひなの文化史にしとこうか。えっと、ひなの文化史取ってくれるえっと、これね。 ひな流しについて載ってるひな祭りは一般的に知られる通り中国から渡った厄払いの儀式が転じたものであるがその一辺衆がひな流しと呼ばれる儀式として定着しているえー、しかしこの風習も川の汚染とともに廃れつつある。 東京近郊武蔵野の、えー、T 川支流流域でも戦前まで見られたこの風習が昭和30年代河川の安量化でいいのかなにより行われなくなってしまったこの T 川, T 川支流流域っておうち川のことこの辺でもおひな流しなんかやってたんだ君ら理解が早いなでもお母さんからもそんな話聞いたことないから埋められた時にはもう廃れてたんじゃないかな うん佐藤、そのお宙ラ裏側の場所知ってる知らない。マップ、探してみようか。うん、お願い。分かった。ちょっと待ってね。これでなんか、アトラスマップかな。ゆかりちゃん、どの本にするあ、変わった。えあ、でもアトラスマップってただの地図やもんな。現代には意味ないのか。あ、まあ、普通に考えたら A かな。風土記。 武蔵野フード機取ってくれる古いこと調べてるんだしそういうのの方がいいよね「武蔵野郷土研究会」ちょだっ,ってこの監視の人有名な歴史学者だよ <laughs> 学が深いなちさっちゃんすごいな川を遡りしもの戻れたる戻れたる試しなし意外に導かれし流れをたどる流れ これはひな城の地域の民話に数多く見られるおう浦川にまつわる伝承の一つであるこの伝承はひな流しの風習が世界各地に見られる典型的な異界獣艦物語のストーリーと結びついたものだと考えられているおう浦川の上流ではひな流しが行われその流されたひな城がこの流域に流れ着く川辺に打ち上げられた神人形たちを慰め運んできた役を抑えるために 川ののほとりの山中に小さなが建てられたそれがひなしろ神社かっこ源都立ひなしろ高校裏だというわけであるえちょっと待ってひなしろ高校裏のひなしろ神社それって裏山の屋代のこと多分この高校のそばに川なんかあった記憶にはないよね千里さ,さっき見た郷土史の本昔の地図が載ってたよねそれ撮ってくれる ちょっと待ってあ、あったこれだはい、ゆかりちゃんこれだ裏山のすぐ脇までお家裏川が流れてきているおーそこに繋がるわけかちょっと待って今の地図があるからそれ持ってくるよここでアトラスマップかはい、ゆかりちゃんサンキューえっとこれがうちの学校でこれが裏山ここ川流れ出してる 学校のすぐ裏え、あれあんなの川なんて言うの私下水だと思ってた地下を流れてるからやっぱりこの川がお家裏川だでもまさかあのドブ川がそんな川なんてねゆかりちゃんこの川遡ったらどうなるのかなちょっと佐藤突然何言い出すのだっていろんな本にあったでしょほらこの本にだって書いてある 川を遡りしもの、戻れたるためしなし、異界に導かれし流れをたどる中で、異界って、どこか違う世界だと思う、例えば桜さんのいるところとか、ちょっと、ゆかりちゃん、私羨ま裏山で感じたの。美香ちゃん、確かにあそこにいる、でも、そこはこの世界とは別の場所だって、そしてそこに行くには、お家裏側を遡ればいいんだよ。ゆかりちゃん、やってみようよ。 ミカちゃんのところにつけるかもしれないってサトちゃん勇気あんなでも遡るってあのドブ川を汚れててもあれがお家ち裏川なんだよ今はそれにかけるしかない分かった行こうすげえな全然見捨てるわ俺やったら友達思いはすぎるぞまあ寝覚めが悪いっていうのもあるかもしんないけどね このまま放置したら、どうにかして忘れる方法を探すな、俺は。<laughs> これ下水だと思ってたの。川だよ。これが、おう裏か思ってたより川だったわ。マンホールの下の川だね。昔は地上を流れてたのにね。うん。でもこの川の力まだ弱まってないよ。この奥、すごく深い。 この向ミカはわあ怖そうやなこれあっていいとは言えないけどでも彼女のいる場所に何かつながりがあるんだと思う <laughs> 行こうかかっこいいな行こうか走るね んどういえうだこれんあ,あミカシテンかおお今回ミ,ミカになんのここどこここは森だよひなすろの,の森ここ本当に来てくれたんだね ちゃんありがとうミカちゃんなんで私の名前知ってんのあんた誰察し察してそこはさすがに「姫神さくら」だよ「SH」だよって言えよ「姫神さくら」ああ「SH」やっと会えたね <laughs> 私裏山に来たのに。 ちゃんの知ってる裏山とは少し違う綺麗な声だな私に会いたいってごめんね無理って呼び出しちゃってうんでもどうしてだろう私、SH ちゃんさくらちゃんとの機上通信やめたのにね確かさくらちゃんのこと怖くなっちゃったような気がするんだけどなんかよく覚えてないや会いに来ちゃった さくらちゃんが思ってるほど性格良くないよそんなことないだって来てくれたもの <laughs> そう私も会いたかったのかなさくらちゃんにそうだよきっとそう <laughs> なんかこの子やばい感あるなちょっと大丈夫か姫神さくらさん